アグリイノベーション事業実施状況報告会を開会いたします。開会にあたりまして、主催者を代表し熊谷俊彦政策統括特別参与がご挨拶申し上げます。お願いいたします。はい、皆さんこんにちは、聞こえておりますでしょうか。はい、私は盛岡市の政策参与の熊谷と申します。今日はお忙しいところ文京区学生と作る、アグリイノベーション事業実施状況報告会に参加いただきまして誠にありがとうございます。さて、この事業についてですが、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、盛岡市と文京区は詩人の石川啄木の生誕の地と終焉の地という縁で平成31年2月に友好都市となりました。そしてその中で盛岡市としていろんな事業をやっていこうということを考えた中の一つです。でこの事業の発案者は誰かというとですね、今日の次第の、3番目ですね、文京区学生と作るアグリイノベーション事業概要説明、これのプレゼンを行います勝俣君という市の職員で、その当時は入って2年目の新進系の職員でしたが、こんなことやってはどうでしょうかということで私のところに相談に来ました。まあ、正直、ものになるかどうかというのは、その時点では半信半疑だったんですけども、まあ、あららの構想をまとめてまずは、趣旨をご理解いただけそうな大学様にお願いしようということで、実際に東京に赴きまして、各大学を訪問させていただきました。順番でいきますと、最初は富学園女子大学様、その後東洋大学様、そして拓殖大学様、東京大学様とこの順番で、私たちの考えていることを、相談させていただきました。そういった中で、各大学様からはこんなテーマはどうでしょうかとか、あるいは旅費とか滞在費はどうなるんでしょうかといろんなお話をいただきながら、足りない部分を補いながら、事業化に努めてまいりまして、で本日を迎えることができました。ここにおきまして、各大学様からいただいた助言あるいはご支援に対しまして、深く感謝申し上げます。ありがとうございます。さて、本来であれば、この時期各大学様が盛岡市玉山地区をステージに、フィールドワークを実施していただくということにしておりましたけれども、ご案内の通り、コロナかということで、かなわないということになりました。で、かなわない中でも各大学様は、リモートによって生産者や関係者との、まあ、インタビューあるいは会議、玉山地域住民に対してアンケート調査、そういった手法をとって、各テーマに基づいて調査活動を進めていただきました。通常とは異なる調査活動でご苦労も多かったかと思います。本当にありがとうございました。本日の実施状況報告会は各大学からの調査の進捗状況をご報告いただくことで今後の円滑な調査活動に向けた相互交流の場になればと考えて皆様にお集まりいただいたところであります。終わりになりますが、一日も早くこのコロナウイルス感染症が収束することを祈っておりまして、そのことによって今後の調査活動が円滑に進むとともに本日の研究成果報告会が有意義なものになりますようにお祈り記念しているところでございます。参考までに盛岡市のコロナ発生本日は0、昨日が1だったでしょうか、その前が0ということでほとんど盛岡市収束状態になっております。まもなく緊急事態宣言も解除になります。一刻も早く皆様のお越しをお待ちしておりますことを申し添えまして、開会の挨拶といたします。本日はよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。